しかも相手には奥さんもいて、目の前が本当に真っ暗になりました。一瞬で未来が消えてなくなったように思いました。この日プロポーズされると思ってたんです。最初に結婚してるんだって言われた時も、単に緊張しすぎて言い間違えたんだろうって思ったぐらいです。本当にショックでした。どうして気づかなかったんだろう。どうしてその人は結婚してるにもかかわらず私のことを運命の人だって言い続けることができたんだろうって。どうしてこんなに私のことを傷つける人のことを人生のパートナーだって思ったんだろうって。どうして